皆様こんにちは、アポロガルエピソードの実況Z をしますミソツネです。ミソツネさんのサポート Z をするチュルホロです。よろしくお願いします。実況Z も第3回目となりましたが、前回はパゴダ迷宮の地下2から5階まで制覇しましたね。パゴダ迷宮の敵パーティーはコンセプトのある編成だと分かったので、楽しみになってきました。あと、パゴダ迷宮で拾える秘宝も強いのだらけでそこも楽しみなところ。そうですね。それでは本編に行く前に、今回の新クラス紹介に行きましょう。はい。まずは芋太郎専用クラスの月弓使い。合点師が扱う天使十二術の一つです。かっこいい。そういえば合点って最初月点って読むんだと思ってたけど、ウィキペディアに読みが合点と書いてあったのでそれに従っています。合点師の技は弓扱いの強化版みたいな感じです。ガツカゲヌイ、時々マヒカ、ラサヤナ、時々ヤキズカ、強者勢、ナーガラージェ、時々妖怪か、範囲1、3回攻撃、マコラガ、時々ヤケドか、範囲3。そして扇の、キャンドラ。キャンドラに至る修練技でありながら威力は強大、威力50です。キャンドラはキャンドラの表記揺れとかじゃなかったんだ。キャンドラは闇属性っぽいのにキャンドラは芋太郎弱点の光属性っぽかったし。それと月影縫いだけは弓扱いの影縫いより弱かったです。向こうは確実に移動不可になるのに、月影縫いは時々なので信頼度が低い。月弓使いは死なぎにがなかったため次に行きます。次はラモン騎士。封印されし力が目覚め、この宇宙の全得意点の重なるラモン彗星の力を得し伝説のクラス、です。かっこいい。RS の時もそうだったけどラモン騎士系のクラス好き。技は初期クラスだった封印されし者に加え2つの技が追加されています。メテオラ。敵全体に威力20の物理攻撃。ビッグバンインフレーション。自分から範囲5マスに威力30の魔法攻撃。どちらも戦闘中1回のみ使用可能です。メテオラは敵全体に火属性の静かなる動きをするといえば強さがわかるね。ビッグバンインフレーションは味方を巻き込むから使うの怖い。そういえばラモン騎士は全てのステータス固定がすごく高いけど、装備可能武器が杖というのがネックだったりします。剣が装備できない騎士、最後はカナ専用クラスの怪盗、怪盗技を扱うクラスです。ピンクのフワモコ怪盗スター。モコモコしてますね。技は3種類で、鍵辻、アイテムを盗みつつ攻撃して移動、高麗、相手のステータスを盗みつつ攻撃して移動、色仕掛け、範囲に、恋や舞か、です。使ってみると、最初の2つの技は剣士の移動技みたいな使用感だけど、盗む成功率が 60% 固定で移動先ないと使えないのが辛い。色仕掛けは強い、けどもしカナが混乱して味方に色仕掛けしたらそれだけで全滅しそうな恐ろしい技。というわけで怪盗の技は使わないかな。でもシナユニは有用なの多いんだよね。シナユニは攻撃シナユニ、ダブルハンド。盗む、鍵辻、高麗の盗む回数プラス1、防御しなゆに、物欲、取得保持プラス 25%、戦利金プラス 10% です。どっちも普段使いするのに強い。あと今カナが装備している緑神経の首飾りという合成で作った装備、命中が15も上がる上にオートテクニカルが永続でかかるというすごい装備です。よし、今回の紹介も終わったし、レベル上げにクリアしてないマップ行くぞ。次行くマップを悩んでいたら、スルーしていたらしい建造物を見つけてしまいました。地の雫。それは平行宇宙の事象を呼び寄せる不思議な水、とありますね。これは、新たな八尾イベントの予感、でへへへ。建造ポイントは10だけのため、すぐに完成しますね。楽しみです。やったー、早く行こう。というわけで難易度1の砂の廃墟にやってきました。敵はテレパスパーティーが来ましたが、低難易度だと敵の数が少ないせいなのかレベルが低いせいなのかわからないけど、秘伝巻物落としてくれませんでした。それと前回、敵のレベルはアポロンのレベルで決まる、とミソツネさんが言っていましたが、今回の敵のテレパスはレベル50ほどで、前回の動画のコメントにて数人のメンバーの平均だと教えていただいたこともあり、ミソツネさんが間違った情報を流した可能性が濃厚となりました。なんやてー、ごめんね。完成しつつも砂の廃墟攻略完了。低難度マップはやはり余裕。これで時の雫も完成しますね。そうですね。やおいべ楽しみじゃあ。平行宇宙の川の間？川の間の下に、本気の間が追加されました。そんな顔しないでください。ええんだって。というか本気の間って強い裏カルセンってことなの？私はてっきり平行宇宙。
改編後の宇宙でスーがおぼろげにアポロンのことを覚えていて、後のジスロフ帝国に繋がるとか、なぜだか詐欺師ってお部屋で一人パオンしちゃうとか、そういうサブストーリーが来るかと思っていました。ちなみに本気の間は難易度29、先行の間は32なので意外といけるかもしれません。なんやてぇ、でもまずはパゴダ迷宮を制圧します。迷宮地下6階突撃だー。むむ、ボスは初見のアメミット、お供に超人、ネクロマンサー、狼にブレインラビットと結構いやらしい。ボスのアメミットは鈍色術を使う恐ろしい相手なようです。気をつけてください、アメミット。エジプト神話関係で死者の審判をする獣なのかな？ネクロマンサーもいるし、アミメットが審判に鳥の羽を使うとグーグル先生も教えてくれたので超人がいるのもそういうことなんだろうか。それと超人が飛行のしなりにを持っていて、めっちゃ飛んでくるから大変。しかしマップ自体は大なりの形になっていて、超人以外近づいてこないため落ち着いて対処すれば大丈夫そうです。なるほど、わかりました、ツルホロ先生。そういえば、マイナス1号に雷の剣を持たせたら、宣伝の範囲が大きくなったんですよ。こんな風に。あ、かなあ。飛行持ちで突っ込んでくる敵を倒すために栄翔な視聴攻撃が欲しい。その後も犠牲を出しつつも超人を全員倒せたようです。ナミラルドー。ふう、これでなんとか優勢になったかな。それとさっきのカットシーンの途中、アミメットが真実の天秤という技でアポロンを石化状態にしてきましたがすぐ直しました。しかもネクロマンサーもスリーピネス連発してくるから結構思ったように戦えなくて辛かった。大変な戦いでしたね。うん、でもあとはアミメットから盗むをして飛行手に入れればいいだけだから頑張るぞ。その他でアミメットから盗むはできたものの、状態解除のディソルブで隠れるが解除され、アメミットのクラウでモグモグされてしまったようです。ディソルブ隠れる使ってても対象にしてくるなんて聞いてない。カナはイモタロウで蘇生したものの、その後のアメミットの行動で気づいてしまった。クラウは最大 HPV のダメージ、つまり即死攻撃だってことを。蘇生したカナが動く前にやられてしまい、ここで初めて、死体を消したり蘇生したりできる味方がいなくなったことに気づきました。改めてこのマップを見渡すと、飛行は左下の隅にうっすらと見えているから、鍵はおそらく正反対の位置にあると思われるんだけど、左上を調査したところ全くなかったので、おそらく飛行の鍵は右上の死体の下にあるっぽい。つまり、今回飛行取れませんでした。うわぁ。というわけで地下6階攻略完了。飛行は行き詰まった時に回収に来るかもしれません。建造物も完成させてお金25万になったけど、カナの第二防御シナユニが欲しいのでまだ貯めます。俺、迷宮地下7階を制覇してカナの第二防御シナユニ手に入れるんだ。死亡クラブですね。ちなみにここのボスの DJ 迷宮は、メインクラスとして初めて戦うことになる星師です。気をつけてください。わかりました、チルホロ先生。変な名前の星師になんて負けません。ここのマップは細い通路を塞げば敵を遮断できるので、防御ばっかけたアポロンと1885で通路を塞ぎつつ、神の弱点の宣伝でまとめて倒していきます。弱点ついてるのにあんまりダメージ出ない。神の元の防御力の高さ結構やばい。普通のサブクラスが魔術師じゃなく、魔法攻撃できる味方が誰もいないのが辛いですね。そうですね。で、DJ 迷宮のヴィーナスが来たよ。わあ、これ全体混乱じゃないか。どうするんだこれ。早速マイナス1号が1885に進展をしています。大ピンチですね。混乱は治りやすいからアポロン以外はなんとかなったけど、アポロンは神にフレンチキスをした挙句、神を乗り越えて基人に突っ込んでいってしまった。というか星師やばくない？全体回復も持ってたりするし、今までのアンディメンテの星師の中で一番強いんじゃないか？アポロンが改変する前の宇宙だから強いのかな？星師許さん。その後、アポロンの足がちょん切られるもすぐさま蘇生をし、髪も半分くらい倒し流星ムードになってきました。いやぁ、さらにもう一回ヴィーナスが来て全員混乱になったけど、意外となんとかなるもんだね。星師がルシファーって技の栄翔完了したけどなんじゃろん。え？すごいダメージ食らって下ミラルドと1885がやられたー。うわぁ、スーが泡にやられたー。それとここで謎のバグに遭遇。カナが声病にした神がヴィーナスで混乱になり、混乱が治った瞬間なぜか操作が可能になりました。攻撃。
かし小獅子は多彩な技を持っていますね。今、マーズで全員に連機をかけてきました。本当にね、HP200 以上あった芋太郎が神にやられた。蘇生役もやられていよいよピンチになってきましたね。うん、敵はパン使いが2体もいて回復厚いしかなりきつい。しかしボスもこれでおしまいだー。バグカニと一緒に切るだよい。よし。あとは斬敵相当だ、と思ったけどここで風天の字。しかも一度しか使えないはずの凡事技を2連続で使ってきた。どういうことなの？サブプリンスのパン使いのシナユニと装備を見てみましたが、怪しいのはジェミニの首飾りでしょうか。これでもう一度使えたのかもしれません。なるほど。これで敵の回避が70を超えてマイナス1号の攻撃がほとんど当たらなくなってしまった。カナのハートを盗むは、永続マイキテクニカルのおかげで成功率 40% あるから、これを当てるしか勝機がない。あ。位置がちょっと悪いけど、マイナス1号の死体をうまく使って攻撃受けないようにするしかない。はぁはぁ、25万円もの大金を持ってるからここで負けてお金ロストしたら泣いちゃう？マイナス1号の死体から離れては近づくを繰り返すのかな？迂回してこないみたいでよかった。それはどうでしょうか？え？セカニが1体下から迂回してきたー。迂回してきたカニは、風鎧で移動力が1上がったことが原因で行動ルーチンが変わってしまった可能性があります。なんやてぇ。でも神の順を超えや前かできたから、順再頑張順やられてしまいました。嘘やー。よし、神がもうすぐ近づいてくる。それを超えや前かさせられたら私の勝ち。これでどうだ？さあ、ハートを盗めはは、はははははは。5万円なくしてしまいましたね。やめてよし決めた。一度クリアしたマップだけど、迷宮地下6階に秘宝を取りに行きます。え、本当ですか？もし1となると、アポロガル実況パート1から続いてきた未踏破のマップしかクリアしない機会を破ることになりますが、本気です。やったらー。負けたマップをもう一度やるのもある意味何度も同じマップやってるようなものだし。あ、それと今拾ったフレームナックルはこんな性能でした。よし、それじゃあサクッと地下6階から秘宝取ってきます。今回は前回の反省を踏まえ、数のサブを魔術師にしたし余裕に違いない。唯一の状態異常回復薬の芋太郎が石化してしまいましたが、嘘まさかの3人石化に1人死亡、これやばいのでは？というかこの回のコンセプト、石化ってことだったのかな？ネクロマンサーのメデューサも怖い。とりあえずつくよみのマントゲット。常時ターンが早く回ってくるとあります。人狼に変身した時のようになるのでしょうか？ふむふむ、超強そう。アメミット、死体を食べまくって最大 HP がすごい高くなりました。ここで弱点のサテライトレーザーくらえ。2490。すげえ。残る敵も倒し、迷宮地下6階2度目の制覇完了なり。おめでとうございます、みそつねさん。ですがマイナス1号を獣使いにして捕獲準備してたのに、石化してアメミット捕まえられなかったのは残念でしたね。それ言っちゃダメー。そういえばさっきの戦いで回復薬1人は危険だと改めて思い知らされたので、マイナス1号を天術師にしておきました。あとは芋太郎をネクロマンサーにして、回復と蘇生どっちもできるようにしたいなー。迷宮地下7階リベンジエゴー、星氏の技も分かってきたし、数のライディーンもあるからなんとかなるかな。ボスの DJ 迷宮は初ターンヴィーナス詠唱してきました。マジでー、でも詠唱かなり長いから、その間にアポロンと数で風天の字を使って回避高めて避けてみよう。これで準備完了、さあヴィーナス来い。よし、7人中4人避けた。さらにカウンター性なる雫で混乱を直す。お獅子も対策さえ分かってればそこまで怖くないね。ここからは一気に神バッシングタイムじゃあ。ふう、前回とは打って変わって余裕だった。やはり神とか防御高い敵対策に魔法が必須。それとプリンスが2人もいて、ボンジーンたくさん結んだのも余裕になった一員ですね。うん、それに敵にプリンスがいて回避上げられまくる対策にこっちも2人は欲しいかもしれない。
そんなことを言いつつ B 系迷宮を倒して迷宮地下7階クリアしました。おめでとうございます、みそつねさん。ありがとうございます。パゴダ迷宮も猛気を抜いたらやられる難易度になってきたから、次からはもっと気をつけていきます。建造物も建設して、毎ターン TP が10上がる技力のペンダントというのもゲット。お金も貯まったのでカナの第二防御シナユニも取りました。今回はここまでにして順位確認して終わりにしよう。さて今回の順位は12位上昇して119位になりました。ほうほう、結構上がった。それと、いつも広告を出していただいているいとこさんが上位にいる。前に見かけた時にお気に入りにしていたので目立ってますね。いつもありがとうございます。次回もミクリアのマップをクリアしてからパゴダ迷宮突入かな。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。